じゃあ2番ですけど、いや大変だな。2番ですけど、100010のラムダ01ですか。これに ABC を書きます。そうすると100をかけると A ですね。それから010をかけると B ですね。それからラムダ01をかけると、ラムダ A プラス C ですね。というわけで1行の、ラムダ倍を、3行に加えるという操作ですね。変形を、この行列をかけるってことが実現してくれます。それでこれをいちいち書くのは大変で全部列挙しますけど、こうかな。こうですか。ザクが書いてありますけど、そうするとこれ10ラムダなんで、A プラスラムダ C で BC になります。だから3行のラムダ倍を1行に加えるっていうことになってますね。それで、じゃあ1、2か。それでこちらが先かな。どちらでもいいですけど。こうなりますね。そうすると、100とか001はもう A と C ですね。で、このラムダ10をかけたらラムダ A プラス B ですか。だから1行のラムダ倍を2行に加えるっていうような操作ですね。これこういうのどこ出てくるか、まあもうちょっとしたら分かりますから。それで、これはまずこれからいきますか。そうすると、010と001かけると、これ B と C、そのままですね。それで、1ラムダ0だと、A プラスラムダ B ですか。で、2行のラムダ倍を、2行のラムダ倍を、1行に加えています。それで、あと2つあって、なんだっけ、それで、あ、そうか、2、3か、1、1、こちらがいいかな、これでいいですか、これが ABC かけたら、それで、まあ、1行、2行はもう AB だって見えちゃうね。で次はラムダ0ラムダ1かけるとラムダ B プラス C ですか。だから2行のラムダ倍を3行に加えてます。それでもう一つは最後ですけど、ここかな、これをかけるとどうですか。まあ1行と3行はもう A と C って見えちゃうね。100と001だから。そうすると次は B プラスラムダ C になりますね。ですから01ラムダを ABC にかけたら1倍の B プラスラムダ C でこうですね。だから3行のラムダ倍を2行に加えるっていうものになってます。それで、まあ、こういうもう一回言うと、こういう6種類の6個の、まあ、ラムダがあるから6種類って言った方がいいのかが出てきます。このタイプの行況変形では。それでちょっと注意しておくと、これで、なんだろう、100010ラムダ00の。で、これを、何がいいかな。100で
入梅でもいいですけど、まあいいかな。こうすると、ここ1ですよ、すいません。どうですか、もう一回見ましょう。この ABC において1行の、ラムダ倍を3行に加えてますね。でそうすると、この100のラムダ倍ですからラムダ00で、それを加えたらラムダプラスミューの01ですか。でだから100で、まあというわけで、こう1ですよ、001です、ちょっと歪んでますけど。でそうすると、示せるのは100、これマイナスラムダの01ですか、これが分かります。でこれ逆のやつも同じで、010でラムダ、これマイナスラムダですね、100で01で、これがラムダとマイナスラムダ、マイナスラムダとラムダ加えたら0ですから、111で他0ですね、これ I3 です。まあ、だからこの行列を、このちょっとどう名前をつけるか人によりますけど、これは正則だって分かります。ラムダが0である必要ないですね。それで